HP アホですね。なんすかこの HP。 はい、こんにちは、みささぎです。こんにちは、まさぎです。さとしです。さとしです。あれあれさとしが2人あれ増えた増えたね。なんかね、まあ、何も考えずに普通に出た。お、自然に出ちゃった。まあそれぐらいね、もうサトシは中に入ってるってことですよね。実は本名はサトシかもしれない。え、ああ確かに、僕いまだに ね、もう何年目の付き合いだって感じですけど、いまだにミサセギさんの本名知らない。高橋さんも言われましたよね。そんな名前だったのみたいな。割と確か去年ぐらいやりましたね。はい、というわけでね、はい、はい、今回は、はい、新キャラですよ、新キャラ。ついにとうとうラストラストですよね。いやー長かったですね。いやこれでも勝ってぐらい森に持った、うん、何みたいですよね。みたいですね。そうですね、うん、でまあそんな2人ですけど、はいはい。この世に生を受けし者は何のために生きるのか、この世界は何のために存在するのか。マイケ時間使うな。誰もが抱く疑問でありながら、その答えを知る者は誰一人として存在しないはずであった。お、生命の輪廻転生を司る神リミルネート、うん、世界の終わりと始まりを司る神ログライザ ー、 お、実在するのかどうかすらも不確かであった二中の神彼らこそが天気最大の謎を解く鍵となるのか。お、禁断の答えに触れることを許されたその時、人類は新たなる次元へと到達する。生命を次の段階へ進む覚悟はできているか。おかっこいいな。かっこいいこと書いてあるな、なんか、うん、はい、というわけでね、5人揃ったね、天気。あれ、まあ、やっぱ1人ハブにするならアマドリームだよね。スフィアでもちょっとなんかかわいそうな。まあまあ早すぎた感じはね。まあでもユニットだったらアマドリームは超強いけどね、うん、強い強いですよね、かっこいいし、うん、はい。いやー、なんか正統派イケメンというか、キラのちょっといいキラみたいな、うん、そうですね、目つき良いキラ、うん、なんか高貴な印象を、うんうん、シダが間違えなかったら、道を間違えなかったら、もともと白かったですよね、うん、裸足って意外に珍しいですよね。裸足、あ、でもなんか強い人っぽい。あ、本当だ、裸足だ。で、あとあのなんかちょっと分かりにくいんですけど、あのお腹ぽっかり穴開いてるんですよね、あれ。ん、あれそうなんですか。そう、なんか言ってましたよ、あれはもう穴が開いてるんですよ。あ、胸に大きな穴が、胸に、あ、胸に穴が開いて、お腹じゃなくて胸のところ。あ、そう、ね、そうそう、あれ、はいはいはい、あれがなんか完全な空間らしいですよ。あれ胸筋じゃなくてなんか空間を表してるんですね。そう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 、ちょっと分かりにくいけどね、なんかすごいすごい玉かなんかを持ってるような。いや、なんかちょっと見ようによってはあれじゃないですか、なんか虫の卵が入ってて今にもなんか生まれそうで気持ち悪くないですか。開いてんの。想像力。はい、まあもう輪転技ですよ。はい、土星復活するんでしょっていうあれですよ、うん、まあ、そうですよね、うん、結構ね意外な性能なんですよ、はあ、まあ、とりあえずリーダースキルは、まあ、防御 HP 回復を 80% で、まあ、ターンごとに HP 回復して、うん、左目でも HP 回復して、はい、異常無効のデバフ無効、はあ、まあまあ回復特化なのかなっていう、うん、ただ多分使い道はあんまない感じはするかなっていう。そうですね、うん、まあ、今はしょうがない、うん、はい、でただ一つの存在意義、すごいっすね。そうですね、あなたの存在意義ってそこですよねっていう、そうですね、やつですよね、はい、きっとね、まあ、もちろん HP 回復系で全数 40% アップして、うん、でさらに HP 回復系のその条件のまま火種が一定を超えるたびに低確率で一度だけ戦闘不能耐える。低確率、まあ、リミルネートがあれですよね、うん、一定ごとに絶対復活じゃないや、高確率で復活か、さすがにあのままだと強すぎると頭おかしいかな、うん、まあ、低確率だけど、まあ、同じようなことができると、うん、でさらに確率で1回耐える、はい、あれつまりあれですか、まあまあ、確率で1回だけ、低確率で1回だけ戦闘不能を耐えるってあれでしたっけ、それが何回も繰り返せるんでしたっけ、うん、だから リミルネートのちょっと、だからリミルネートは確定1回耐えて、うん、で一定ごとに高確率で耐える、ね、でこれは高確率で1回耐えて低確率で耐え続けるっていう。ああ、ちょっとずつ条件が下がっちゃった感じ、ね、まあ、もちろんって感じですね。だけどもあの味方のユニットにってことかな、うん、リミルネートにリミルネート装備させたら大変なことなんじゃないですか、まあ、HP 回復系ですもんね、うん、だからもう何が発動してるか分かんないけどとりあえず耐える、死なないどっちか分かんなきゃ耐えるっていう、うん、最高に嫌なやつだ。ただね、
うわまたコロシアムがやばそうだなって思うじゃないですか。はい、そうですね。 BB にまず BB、 あれ攻撃はない。本当だ。あていうかもう BB というかもう全てに攻撃はない。あ終わったっていう。なかったんだ。そうなんですよね。あ、まあ、攻撃ないのかって思うんですけど、はい、まあ、HP 回復、異常回復で異常無効、ターン元の HP も回復して、でヒラメで HP も回復してデバフも無効にすると、まあ、完全な完全回復って感じですかね。うん、はい、ふーんっていうね。で SBB なんですよ問題は。 BB をすごい増やして、うん、HP 回復、あ違う、 HP を全回復っていう。全回復。なるほど。多分史上2人目かな。ほうほう。1人目は1人目、うん、シャルで、まあ異常も回復してで HP も上げてでバリアしてで戦闘の耐える。まあ、正解教えてくれ。低確率ですね。正解教えてくれ。正解教えてくれ。間違ってるのは言った時点で分かってるんだ。で、まあまあまあ、まあ、ちょ待ちいいや。で、これだけだと、はい、あ、なんか攻撃ないちょっと微妙な回復薬じゃんけって。そうですね。なるんですけど、はい、あの BB 電池の量が半端ないんですよ。超絶増加。というかなんかもうね、すごいね、分かりやすいのがね、いるんですけど、そのティリスの幻想進化なんですよね結構。あ、 HP も回復する、全回復するし、ティリスはね、はい、ティリスか。そうなるほどね。でそのティリスが打ったら BB 溜まるってあれもそのまま持つことを持ってるんで、はい、同じぐらい溜まるん だ完全にティリスと同じようなことができる。なるほど。というわけで、うん、超 BB が重い、はい、その分ね、はいはい、まあ、さ SBB さえ打てばいいか だからどっちかっていうとやっぱティリス的なポジションだから、試練で常に戦闘にいるっていうよりもなんかもう UBB 打つために電池しに来るとか、うん、いざっちゅう時に来るみたいな感じかな。なるほど。控えればすごい活躍しそうなのか感じかな。なるほど、うん、で UBB も、まあ、攻撃ないけど、うん、でそのティリスと同じように戦闘の回復する。おー、これね結構すごい。結構 割と多分回復する。へー。で最大 HP も上げて、で回復上げて HP からの回復アップ。なるほど。でターンごとに HP 全回復してヒラメでも HP を回復する。まさに控え、頭部の控え。そう、頭部の控え、うん、超優秀な。復活するのはいいですね。そうなんですよね、万が一の時に。そうっすよね、やっぱ、うん、ほんと万が一で打ったらワンチャンっていう。そうっすね。でも、うん、今までそういうシーン何回もありましたもんね、うん、でも蘇生薬ないっていう。でも蘇生しようと思ったことないけどね。ティリスとか使ったことないけど。確かにね、まあ、蘇生させたところで。そうなんですね、うん、であと1個気になるのが、毎ターンターンごとの HP 全回復じゃないですか。はい。で最大 HP に応じて回復力をアップするじゃないですか。はい、はい、あれ何の意味があるんだろうっていう。あ、その上げた回復力何に使うんだろう。あれですよ。何ですか。回復転換ですよ。ダメなんですよ。転換から転換にはいかないから、あの最大 HP 感の転換バフ何に使うんだろう。回復力依存のアタッカー確かいませんでしたっけ、うん、1人か2人ぐらい。あれプリセラそうだったっけ。いや、なんか、あ、そう、回復転換が強いだけで、それは多分そうでしたっけ。多分ね、そんな変な依存は多分ないはず。そっか。まあだからまあ本当全部がワンチャン要因ですよね。そうですね、控えの助けに来たよっていうのは。これよく気づきましたね、ザギさん。なんかこれ開発者ですら誰かが言ってた。誰かが言ってた。ああそうだなと思った。これ開発者ですら気づいてない可能性が。回復とりあえず全部上げとけみたいな。まあ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 、まあ、任天堂っぽい、うん、ね、学生でまあ3ステ 80% アップのヒラメ HP 回復で、ヒラメ BB 増加、これねBB めっちゃ重いから割とありかなって。欲しいですね。はい。で確率の火種超絶軽減。あら、おお、なかなか。なるほど。でこれが絶妙な BB まで満タン。自分の BB ゲージを BB まで満タンにするを追加、どういうことですか、うん、今まではその無限 BB って SBB まで溜まるんですけど、うん、その BB 打ってもリリスの SBB まで溜まるんですよ、うん、リリスの場合は。はい。こいつの場合はBB まで溜まるって。なるほど。さすがにその SBB が強すぎるんで、その超絶電池もあるから、はいはい、BB までっていう初の中途半端
電池。ここへ来てこんな初出しですか。はあ。まあまあ、ね、でもねその BB 自体はそんなにね重くないんで、まあ多少はって感じかな。はい、うん、で HP アップを強化して、で BB でもバリアができる、うん、で回復力アップして、回復からの攻撃をアップ、うん、はい、まあまあって感じで、その、ね、UBB で蘇生とともにゾンビもつけるっていう、うん、おお、なかなかそうですよね。なるほど、すごいですね。これこそワンチャンヒーローじゃないですか、うん、ただでもなんか噂によると、うん、蘇生したやつはこれは別に乗らないらしい。あ、そういう蘇生が多分後なのかな、判定が順番が違うってことですね、うん、なのでんっていうそんなな、まあ本当ワンチャン両方の使い道で、まあね、使えますよっていうことですね、うんうん、50ポイントだからね、いろいろ重いですけどね。そうですね、もうちょっと負けてよって感じですかね。まあ、とりあえずなんか本当生命に関するあらゆるって感じだね、うん、なるほど、うん、分かりやすい。だからまあ本当なんか飛び抜けだっていうか、なんかピンポイントで助けに来るタイプかな、まあ、ある意味本当最後特化させたって感じですね、うん、回復特化、うん、回復特化、はい、色味的には、うん、ティリスの祖先なんですかね。なんかね、そんな感じしますよね。ですよね。はいはい、はい、じゃあね、新キャラ最後かな。寂しいな。いやね、出たコナンの犯人ですよね確実にね。なんですか、か十二支球に出てきそうなんとかデスティネーションみたいな。おあのこういうカニの意外といるよね、このタイプはい、異次元飛ばされそうですね、うん、さあログライザーですよ、ログライザー、はい、うん、修正送信、ほうログライザー、いやーなんかね感慨深いですね。ウィンティアリニルネートつけるとこんな風になっちゃうんだ。 HP アホですねなんすかこの HP リーダースキルなしだよあれ何これ、あのね誰よりも HP が高い、はあ、あのブレーカーですらあのヨーマとかなしに、確かヨーマあるかな、あの1万超える HP が。へえ、そう1万、そう今はその全力で乗っけてるけど、はいはい、そのスフィアとか何もなしでもブレーカーでも HP は1万超えるんですよ。ほうほう強い乾燥とか楽勝ですねこいつは。あれ9万上限999999、うん、はいはい、うん、余裕で超えてますね。すぐ超えますね。そうだからリミルネートよりも HP が多い。すごいな。それがリミルネートは回復が最強ですからね、もちろん、うん、はい、HP 最強はログライザー、うん、まあ、どんな能力になったかというと、割となんか予想でもね、そのシオンっぽくなるんじゃないかなと思ったんですよ、うん、はい、その乾燥上限だし、なんかログライザーはその属性風もあるからかなりなんかイメージすることがシオンと被ってたんですけど、はい、なんかね、絶妙に似てるような似てないようなって感じかな、うん、結果としては、はい、まあ、全室 100% アップ、すごい、まあ、150% じゃないんですねログ通りではなかったね、うん、はい、でスパダメは130で BB 発動に必要な BB ゲージを軽減して経験値アップ、うん、これどれぐらいアップするんですか。多分これは、まあ、あの特性に強化できるんですけど、強化しなくても多分シオンの強化効果かな、はい、おー、強化すればシオンを超えるって感じかな。おー、すごいな、うん、まあ、だからログでログを取りに行く、そうですね、うん、で EX で、まあ、もちろん素敵強化系で 40% 上がって、で全ユニットのステータスを 15% アップ出た、まあ、カルナマスターに引き続き2体目というか、はい、ガチャでは初、うん、はい、で OD ゲージ増加量をチョイスアップ出た出た、まあまあログライザーって感じですかね。ですね、そのなんかまんべんなく上げてくるタイプ、はい、でビビちっちゃいけど28連で異常発生して、で攻防回上げて超絶だ、オーディー増加量を上げて、はい、ターン白地のオーディー増加量をかなりアップ、すごいすごい、まあ、ちょっと本当シオンと似てるんですよね、うん、はい、あれもステアップとオーディー系なんですけど、ただねオーディー電池がないっていうね、はい、やっぱねオーディー電池欲しかったんですけどね、さすがにそこまでなかったね。まあ、代わりにでも異常付与があるから、まあ、試練とかでも活躍するかもしれない、うん、はい、で SBB が22連とただ全体足す全体なのかな、お22と10連っていうで SBB だと HP に応じてのトリプル転換アップ、
トリプル転換きましたね。ただまあ HP からなんで、はい、どうなんだろうな、まあ、あなログライザーに関しては HP めっちゃあるから、うん、超強くなるけどね。ログライザーはいいけど他のユニットはっていう。そうですね。なのでだから10ギパーって考えるとログライザーがこの HP トリプル転換するか、うん、ダルティスクが特性でなんかすごい転換バフをするか、まあ、どっちかかなっていう。はい、うん、で攻撃に全属性付与、うんうん、これね SBB だけかっていうね若干 ね、まあ、ねそうですね、うん、で一数増加もあると。ほう、まあログにあるからね、スフィアのね、うん、でスパクリ発生と。はい、まあ試練ではやっぱ大活躍しそうな感じだね。超強いんじゃないですか。いいですね、うん、でそのヒット数増加もそのゼグスティアが多分特性確かあるかな、あるんですけど、うん、まあかぶってるけど試練って割と替えが効いた方がいいんで、うんうん、まあどっちでもいいのかなっていう。試練で結構やっぱ使えそうなバフが多いですね。そうか、その時打てるやつを打てばいいのか。うん、どっちでもいいって感じ。おで終点の前全ログライザー、ログライザー35連とステイアップ、クリーズアップ、一数増加のオーリー増加量をアップしてスパラメ上げて、で全属性ダメージを軽減。おお、攻撃と防御を兼ねた。うん、これね、あのサビアの UBB ってスパークブレイクして、はい、でオーリー増加上げて、うん、で攻防上げて一つ上げるんですよ。うん、一応だからほぼほぼあるんですよね、同じものが。なるほど。でそれに加えてあの軽減っていうなんか視音的な要素もあるっていうね、はいはい、でクリーズも上げるっていう。だから最後の最後でサビアコンボを入れ替えに来たと、うん、なんですけど、うん、火力自体はやっぱサビアの方が強い。へー、その代わりにあの軽減があるんで、うん、だからこいつだけ打てば強いし硬いっていうね、うん、まあ、そうですよね、うん、強さだけを求めるんだったらサビアだし、硬さだったら多分エミリア、あれだっけ、エリアナ、エリアナか、エリアナ、はい、うん、まあ、まんべんないのがログライザーっていう感じですかね。あ、ちゃんと使い分けができるようになってるんだ、うん、ここへ来ても、まあね、最後だからね、最強にしとけよって声もありましたけどね、なんかもっとぶっ壊すかと思いましたけど、うん、まあでもね、まあ、カルナマスターが壊れてるのはだって最終報酬だからであって、うん、ガチャでね出ちゃうとどうなんだっていう感じがしますけどね。何言ってんすか、金払ってんすよこっちは。お前だな、出してんの。出してくれよ、弱いぞっつってんの、お前だな、出してくれよ。そうだったんだ。まあね、十分ね活躍はしますね。ただ多分ね、試練終わってる人にとってはまあ使い道じゃないかなっていう。うん、そっかそっか、うん、で特性がすごいんですよ。はい、あの初のガチャキャラで、はい、特性が15個ある。確か15個ね、何でもできますよと。そう、本当にいいながら何でもできるんですよ。まあ、前世を 100% アップ、20ポイント安いね、うん、でスパラメ 150% 上げて、であのアルザマスターが持っていたすごい軽減するやつもできるし、で弱点クリも無効にするし、で上限が18っていうね。おっと、すごい強い、強いですね。でこれね、経験値アップ、うん、まあまあすごい、これからの人にはすごい嬉しいやつ、うん、でスパダメアップ、攻撃 BB 力アップ、弱点ダメアップ、スパディ BB、 デバフ追加、弱点耐性低下のクリティカル耐性低下っていう、なんかね、アルザマストと同じような感じの、お好きなのどうぞっていう、うん、あれどれにしたらいいんだ。ただその代わり、うん、なんかこんだけあるんだけど、その倍率的な問題、強さはそんなに強くないっていう、まあ、47よりは強いけど、そのコスト、その昨今の最新ユニットの最高値ではないんですよね。ちょっと引いた感じのやつが何でも自由につけれるって感じかな。なるほど、うん、器用だけどそれぞれが最強ってわけではないってことですね。そうですね、最強一歩手前をいっぱいつけれる。そうなんだ、全部最強で来るかと思ったら意外にバランスを取りに来たんですね、うん、そうなんですよ。あ、文句言ったな。そうなんだ。文句言ったのお前だな。文句じゃないです、あの感想。感想、要望でもない感想なんです、ね、こう来たのか。お、まあ、ほんとだから何でもやですよね、広く浅くって、うん、もう分かりやすくこいつさえ使っておけばもう OK みたいな状況にはしてくれなかったってことですね。そうですね、うん、
なるほど。多分なんかね、多少悩んだんでしょうね。どうしようやっぱりまだブレフロは頭を使わなきゃいけないってことですね。まあ一応あの2からね1に来る方もねいるかもしれないからね。そうですね、うん、多少のやっぱバランスは必要なのかな、ね、簡単になっちゃうとね。いやまあ十分強いんですけどね、うん、まあ強いですよね。十分すぎるほど強いんですけどね。強い、うん、なるほど。はい、そんなね感じですかね、うん、はい。じゃあ最後に図鑑紹介、図鑑紹介、はい、じゃあ分かりやすくお願いします。まずリミルネートさんですね。はい、リミルネートさんは、うん、あのまあ輪廻転生をしてくれる人、うん、神みたいですね。要するに、いや全然分かって、全然分かんない、全然分かんない。モジャケが死ぬじゃないですか、はい、わーって天に見された時に、うん、どこからともなくこの人が現れて、はい、で別のねこのモジャケの魂をミジンコにみたいな感じの、まあね、できればウサギにしてほしいんですけど今もうウサギだけど別のウサギにねブインって入れてまた生まれていいよってパーってまたモジャケが生まれるみたいなね。はあ、新たなモジャケがね、はあ、でかつてこの世はなんと、うん、何生き物に魂はなかったらしいんですよ。ほうほうほう、はい、はい、そこに肉体だけの存在だったと。そこに魂という概念を入れ込んで生命を作り込んだのがこのリミルネートであると。ほうほう、だから仏教的な考え方ですかね。やっぱね肉体と魂は別だっていう、うん、はい、別の存在なんですよね、うんうん、だからエヴァンゲリオンみたいなもんですよね、うん、ほう肉体は滅んだけどお母さんの魂はエヴァンゲリオンに宿ってるよみたいな、はい、うん、そんな感じですよねうん、あまりピンできてないけど、うん、はい、仏教なのかな適当に言いましたけどね、はい、はい、うん、っていうのがリミルネート。あれだね、前回の天に挟んでまたよく分かんない、うん、難しい話来たね。来ましたね。そうですね、うん、はい、で、はい、あれですね、幻想進化、はい、はい、リミルネートさんは、うん、魂を宿す生命を自ら作り上げることによって、うん、だこの世界の存続をあの何ですかね効率よく行ってきたんですね多分ね。こいつら便利だなみたいな、魂持った生き物って便利だなみたいな感じだったらしいんですよ、うんうんうん、で幻想進化は何かっていうとあのこいつら便利だなって気づかなかったらつまり魂を与えるっていうことをしなかったとしたら、はい、うん、もう世界の存続を司る神なんですよ、うん、リミルネートさんは、うん、だからあの便利なものなしに自分の力だけでなんとか世界を回さなきゃいけない。これなんか中小企業の社長みたいなあれですかね。だから、うん、そうだからより自分をねなんかね自分をもっと高みにこう上げないとやっていけないわけですよ、うんうん、っていう幻想進化、猛烈社長にならなきゃいけなかったと。そういうことですね。なるほどね、はい、ただしそうだとしたら生命は豊かに発展はしなかっただろうと。リミルネートさんありがとうと、うん、はい、スマホは必ず頭の上にね、うん、置いてね寝ましょうと、うん、枕の上に置いてね足を向けては寝れないってことですよリミルネートさんに、うん、つまりスマホを足に向けて寝ちゃいけないっていうそういうことですよ。はいはい、ログライザーさん、はい、ログライザーさんは、うん、まあご説明の通り、うん、世界の終わりだけでなく始まりも司るね神様ですと。アルセウス誰、まあ、ポケモンでもいるんですか、そういう感じ。ああなるほどね僕その世代じゃないちょっとね。なんかこういうやついるよね、うん、どれにもね、うん、でも、うん、ちょっとたちが違うかもしれないところが、うん、新しい世界を作るとき、うん、古い世界を終わらすらしいんですよ。ほう、なんでかっていうと、まあ、その世界を作ります、うん、情報が集まります、うん、その情報をねあの終点儀にこう蓄えるわけですよ、うん、記録を。そんなそうなんだ、それみたいですよ。でその記録を使ってより良い新しい世界を作ると。でより良い世界なんだから古いの色の多いじゃんみたいな、おぽいってこうドライですね、終わらしちゃう。ハードディスク抜いてパソコン壊すみたいな感じ、あそういうことですね。でそのハードディスクでさえも新しい SSD とかに換装してね。そうですね、はあ、はい、ちょっと違うかもしれないけど、はあはい、消費社会なんですねログライザーは。なるほどね、はい、そろそろ古いな変えようって感じのねみたいですよ、次元ごとすっ飛ばすみたいなね、吹っ飛ばすみたいなね、スケールでかいな、あのすぐ iPhone 手にしちゃうみたいな感じの。どうしたらいいか分かんないんですよね本当に
難しいね。難しいですね。幻想とかあるんですか。幻想、はい、幻想いきますか、うん、こんなログライザーにも幻想があるらしく、うん、はい、はい、まあ、それを、まあ、さっきの、うん、あのいらなくなったらポーイした新しいもっといいもの作ろうってなるじゃないですか、うん、でそれをこう繰り返していったらどうなるんだ、おどん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 やっていったら、はい、ログライザーいつかたどり着くだろうと理想郷に、うん、おその理想郷を作り上げたらもうログライザーっていう存在は神っていう言葉では言い尽くせない存在になっている。おそれが修正送信ログライザーです。ほう、うん、ぶっ飛んでますね。2キャラ合わせて、うん、3割ぐらいは分かったかなっていう。分かりましたね。はーんって、うん、世界なんか分かんないけど、うん、すごい人たち、ビッグな人たちね、ビッグな神様、うん、ですね。ちょっとあれですね、ホーキング博士あたりにこうちょっと持ってってネタ詰め込みすぎだから解説してほしいです。ホーキング博士だったら分かるかもしれない。はい、うん、はい、では最後にコメント紹介。はい、はい、うん、今思うと分かりやすかったなっていう天気2人ね。そうですね、なんか武の神とかなんかスケールちっちゃいもん。確かにねなんかね、今日のあれに考えるとね、武をもたらした。あー、そうですか、ありがとうございます。そうか、うん、強いんだよ なんか全部なんかログライザーの手のひらだからそれ実ははい、そんなね、新キャラ2人の紹介、はい、確定全体化の蘇生持ちのアルティマギアとウィンティアのコンボは恐怖の場所ですが、単にウィンティアをランドと入れ替えて使ってるだけだと長期戦に持ち込まれて負ける可能性が高くなるんでご注意。まあ悪い例がサキミですよね。そうですよね、うん、僕も今それが頭に浮かびましたね、うんうんうん、ということですよね、うん、いい例がありましたね。そうですね、焼き場にはご注意をとですね。モザギ頑張れ。お、はい、頑張ります、うん、ついにモザギの殺し合いもリベンジが見れるかも。本当に次回ですね。次回ですね。え、でも使えないでしょこれ。お、このユニット使えないでしょ。あ、だからその次回ってその、うん、やるよって確かこの回で言ってたんで、うん、殺し合いもやりますよって確か言ったから、はい、その最後はモザギはリベンジするんじゃないって。うん、はいはい、ユニットは使えませんけどね。だそうでしょ、うん、そうそう、だ使えないでしょ、うん、使えないけどリベンジはすると。そう、リベンジが見れる。見れる。ああ、そういうことね。なるほどね。このユニットを使っていったわけじゃなくて、ね、そうそうそう、うん、最後の殺し屋の対決でリベンジするよっていうこと、うん、意気込みとしてね。意気込み、うん、見ててな。モジャへの毒が強い。そんなことないですよ、愛ですよ。愛、あれ、あ、本当は毒だ。愛に見えたあ、毒と書いて愛って読んでる、すでに、うん、読んでた。新しい読み方ですちなみに三笹さんはアルティマギアには何のエルギフトすりがついてますか。多分みんなのアルティマギア一緒ちゃう。ログなんか異常無効のゾンビスフィア確定全体化テンプレですよね、うんうんうん、アマデリムって BB 打ちやすくなるスキル持ってたっけ。持ってなかったですね。なんかね、うん、あるイメージだった。あ、本当なんかそうなんだね、よく打つけど、よく打つから勝手に持ってるものだと思ったけど、うん、あれ本人持ってる。本人だけは打つ。 ないんだって。あ、そうなの。ないのらしいよ。多分リーダースキルにあるからなんかそういうイメージっぽいのかな。あー、まあでもだとしてもアマドリーム複数体は強い。強い、うん、あーへー最近たまにコロシアムで BB たまないのこれかこれだね。それです、うん、BB 封印です、うん、そうですね。コロシアム対戦は条件通りにしてスパン3張っておきます。まだミササイさんとは当たってないから最後当たるといいな。そうです、ヤチルです。ヤチルさんだ。モザギも当たってくんねえかな。ね、見たい。さっきね、チラッと見たんですけどランキング、うん、あのヤチルさん確か2位だった来るなよ、絶対来るなよいやいや、モザギさんが行かなきゃいい。それもそれで困るから当たる領域まで行かないいや行くよ、1回のために行くよ、うん、最終的に6点2パーティーで必要なバフが乗りそう。なんかもうアマドリムさんじゃねえや、ログライザーさんで、ログライザーさんだけで結構乗りそう、良かったですみたいな、うん、回復系のあるもん。半減ぐらいですよね、もうね。半減と回復かな。そうですね、うん、ゼグスティアがリレ式だったらな。文字数的になくなった感じですかね。あ、文字数のせいで能力が乗らなかったって新しいですね、うん、いや、ないでしょ。あとはゼグステに関してはね、その試練タイプっていうことなんで、うん、リデ式である必要そもそもないんですよね。別にあれ、はい、あれがリデ式だったとしても、うん、まあまあって感じですからね。そもそも炎だしね。
まあね、カルナ持ってないけど LF ゼグスティアでレイド6軒並みワンパン。へえ、へえ、なんかできそうな気はするけど、まあでもワンパン、まあ他のパーティーにもよるけどそれなりのポテンシャルがあるとってことですね。もうワンパンなんだね。いやすごいね。ベイオルグ強かったのにな。まあでもベイオルグは割と早めに入れたらワンパンされましたね。ベイオルグとモーラは結構早めにワンパンされたやつら、まあ、今はみんなじゃあワンパンなんですね、うん、まあね、天にも揃ったってことなので、はい、まあ、ミゼロもねちょっと考えていこうかなって思ってますんでね。お、見たい。まあ、結構ね変わるんじゃないかなっていう。ミゼロがどっからやります？天才から？ああ、そういう、そっか、そういうことか、うん、どっから見たいですかね。ああ、やっぱカルからじゃないですか一本動画撮る一本動画撮る、それ。え、いいけど15分でどこまでいけるかみたいな。ああ、見たい見たい。ああ、最初はそのなんか、うん、もう1からグッてそう、タイムトライアル、何秒で倒せるか。ああ、そうですねただね、あの大変なことがね1個あってね、うん、はい、武神薬をね、貝が作れないんですよね。あの絆アイテムが通ったね、はい、え、不足してるんですか、もしかして。不足してるというか、その要は1からまたアカウントを作るにあたって、そのフレンドをかき集めないと絆アイテムが。あ、そういうこと？ミゼロをやるってこと？ミゼロをやるってことね。そういうことね。あ、違う。いや、普通に天気ユニットを使ってどんだけ簡単に倒せるかっていうのを試練でやるっていう。あ、そういうこと？あ、でもいいけどね、別に。あ、確かにね、ミゼロ的な条件に整えちゃえばいいってことか。どうせ、ね、まあ確かに進め方的にはもういい、まあね、変わんないですよね。大変じゃん、三崎さん、またゼロからやったら。ああ、じゃあ2からとかいい。めっちゃ楽ですね、うん、でいいんじゃないですか、うん、まあミゼロでやれそうな条件で整えて、うん、うん、それでいいんじゃないですかね。じゃあそれでまあとりあえず最初にどこまでいけるかってやって、難しいとこはちょっとまあ1個ずつ回路があったら紹介していくって感じですかね、はい、また来年かな、うん、そうですね、そうですね、うん、まあね、一応まあこれから考えますんでね、お楽しみに、楽しみに、はい、はい、では今回は新ユニット最後かな、多分ね、はい、考え深いですね、うん、ログライダーとイミルネート、うん、はい、次はコロシアムかやだな、コロシアム ね、次が気分よく年越せないかもしれないな、越せないんだよな、今回ばっかりはちょっとな、うん、うん、頑張ろう頑張ろう、うん、じゃあね、次回のコロシアムでまた、はい、ご視聴ありがとうございました、ございました、バイバイ。皆さんご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はまだの方は、パソコンの方はこの辺の、この辺の、この辺の丸いやつお願いします。スマホの方は下の概要欄のチャンネル登録ボタンからお願いします。コメントの方もぜひぜひ待ってますので、どしどしお願いします。またね。またね。